今回は江戸時代のキャバクラ事情について解説していくのじゃ。まずはキャバクラについて解説していこう。キャバクラとはキャバクラ嬢と呼ばれる女性が各席につき接待を行う飲食店のことである。基本的に料金は時間制で、延長を行うと料金が一気に高くなる傾向がある。キャバクラの語源はフランス語由来のキャバレーと英語由来のクラブを合成した造語で、和製外来語だと考えられている。キャバクラの歴史は諸説あるが、1980年代半ばに現れた商売だと言われており、風俗営業等取締法が改正されたことに起因して作られた商売であるとする見方が強い。また当初のキャバクラはお店に3回通えばキャバ嬢と天外デートができると考えられていた。現代では回数によるデートの考えは消滅したと言われているのじゃが、キャバ嬢と意気投合しその後デートする場合もあるのじゃ。また当初のキャバクラは都市部に多く見られたのじゃが、現在では郊外でもキャバクラが出店される傾向にあるのじゃ。ここで気になるのはキャバクラとラウンジの違いではないだろうか。キャバクラはマンツーマンで接客を行うことを基本方針としている。これに対してラウンジはマンツーマンの接客を行うことを基本方針としていない。お店の状況によっては一人の女性従業員が複数または一人のお客さんを接客する場合がある。その他にもキャバクラとラウンジに関してはいろいろと違うところがあると考えられているが、最近では店によって一部混同している場合もあると言われている。それでは今回の本題に入っていこう。江戸時代には現代のキャバクラの原型と言われている水茶屋が存在した。水茶屋とは路上や神社の境内で湯茶などを提供し、お客さんを休息させることを目的としていた。現代で例えると喫茶店みたいな感じじゃな。また水茶屋は掛け茶屋と呼ばれる場合もあったのじゃ。水茶屋で働く女性の中には当時絶大な人気を誇った看板娘が3人いたので紹介していこう。1、鍵屋のおせん。まずは笠森おせんである。おせんは1751年に生まれ、1763年頃から水茶屋で働き始めた。やがて絶大な人気を誇ったと言われている。おせんは笠森稲荷門前にあったと言われている鍵屋という名前の水茶屋で働いていたのじゃ。おせんは用事屋を営んでいた柳屋の看板娘である柳屋お藤、水茶屋津田屋の看板娘であった津田屋およしとともに江戸の三美人、または名和三美人と呼ばれていたのじゃ。特に汚染人気は高かったことから、1768年頃に浮世絵師として活躍していた鈴木春信が描く美人画のモデルとなった。そんな汚染は1770年2月頃に突如鍵屋から姿を消したと言われている。汚染が鍵屋から姿を消した理由は、幕府旗本お庭番として活躍していた倉地正之助のもとに嫁いだからである。正之助のもとに嫁いだおせんはその後9人の子宝に恵まれ長寿を全うしたと言われている。2、なにわ屋のおきた。次はなにわ屋のおきたである。おきたは18世紀後半になにわ屋という茶屋に勤めていた若い女性従業員だったと言われている。やがてなにわ屋の看板娘として活躍し、浮世絵師として活躍していた北川歌麿が描く作品のモデルを務めたことがあった。3、高島屋おひさ。最後は高島屋おひさである。おひさは1778年に生まれたと言われている。やがて水茶屋で働き始めると大人気看板娘として周囲から認知されるようになり、浮世絵師として活躍していた北川歌麿らが作品を描く際にモデルになったと言われている。今回紹介した水茶屋の看板娘3人に関してはいろいろな情報があるのじゃ。そのため
紹介した内容と一部違う可能性があるので注意が必要じゃ。ここまでは水チェアについて解説したが、一つ気になるところがあるのではないだろうか。それは水茶屋のもう一つの商売である。先ほども解説したが、水茶屋はキャバクラの原型と考えられている。ではそのように考えられている理由について解説していこう。まず水茶屋は基本的に本番行為を行う場所ではなかった。水茶屋に来た客は別料金を支払うことによってその店で働く女性と二人で過ごすことができたと言われている。それから両者が意気投合すれば、男性が女性をお持ち帰りして行為に及んでいたと考えられている。このようなシステムだったことから、現代でも水茶屋はキャバクラの原型と言われているのじゃ。水茶屋は必ずしも自身の体を売る必要はなかったので、女性たちから人気の職場だったと言われている。一説では多くの女性が集まることから、吉原よりも美人が多いと言われていた。また一説によれば、多くの女性の中からお気に入りの女性を選ぶことができる上に、値段も庶民的だったので、水茶屋には多くの男性が集まったと言われている。現代で例えると喫茶店とキャバクラが合体したようなイメージだね。諸説あるが、そのイメージで間違いないと思うのじゃ。ここでまたしても疑問に思うことがあるのではないだろうか。現代で言うと店舗型の風俗は吉原で、キャバクラ、ラウンジは水茶屋である。そう、欠けている内容がある。それはホテヘルである。つまり派遣型の風俗について解説できていない状態である。確かにそうだね。心配は無用じゃ。江戸時代には派遣型の風俗が存在していたと言われているのじゃ。その名は呼び出しじゃ。次に呼び出しについて解説していこう。呼び出しとは、文字通り置屋という芸者の派遣所から派遣される芸者を指す言葉である。ここで重要になるのは、派遣型の風俗と同じことを呼び出しが行っていたのかということになる。それに関しては残念ながら、呼び出しが男性と性的な関係を行うことを目的としていたとする明確な根拠は分かっていないのじゃ。ただし呼び出しの芸者が男性と意気投合して夜を過ごすことはあったと言われているのじゃ。つまり芸者さんと男性の相性次第ってことだね。そういうことになるのじゃ。ここまでは水茶屋などについて解説してきたが、江戸時代にはいろいろな種類の茶屋が存在した。それではいろいろな種類の茶屋を順番に解説していこう。1. 待合茶屋。待合茶屋とは、その名の通り待ち合わせで使ったり、会議や密会などのために席を貸したりする茶屋のことである。時には男女が密会する場合にも使われていたと言われている。また待合茶屋は別名出会い茶屋と呼ばれることもあったと言われている。その他にも待合茶屋は芸者を呼んで飲食を楽しむための場所としても使われていたのじゃ。その場合は仕出し屋などに頼んで料理を持ってきてもらったと言われているのじゃ。また待合茶屋に呼ばれた芸者はそのまま売春行為に及んだり、客が新たに遊女を呼ぶこともあったと言われているのじゃ。そのため茶屋には寝具が備わっているお店が多かったと考えられているのじゃ。2. 色茶屋。次に解説するのは色茶屋である。場合によっては色茶屋と待合茶屋は一括りで解説される場合が多い。一括りにされる理由は、茶屋としての目的が似ているからである。しかし色茶屋は売春行為を行う目的で通う客が多かったと言われていることから、今回は一括りにせず別の種類の茶屋として解説した。 3. 影間茶屋。最後は
影間茶屋である。影間茶屋とは男性が男性に対して売春をしていた茶屋である。影間とは男色を売った男性のことを指す言葉である。影間茶屋に通うのは男性だけに限らず女性も多かったと言われている。現代で例えるとホストクラブと男専門風俗が合体したような位置づけの茶屋だったと考えられている。まあ来るものを拒まずといった目的の茶屋じゃな。なるほどね。今回は全ての茶屋を紹介することはできなかったが、江戸時代には様々な種類の茶屋が存在した。おそらく当時の人々は自身の性癖、目的などを考えて茶屋を選択していたと推測することができる。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いするのじゃ。